はい、ありがとうございます。どうぞ前の方に。じゃあね、せっかくなんでいろいろお話聞いてみたいと思います。じゃあ初めて出演した目をそらしたジャザンとアメスのお二人、今日の出演初めてだったと思いますがいかがでしたか。どっちがいい。あ、はい、そうですね、無事失敗したんでまあこれをプラスに考えていい経験と思って頑張りたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。エンです、皆さん遅くまでありがとうございました。失敗なんて関係ないです。楽しい、皆さんが楽しんでくれればそれが成功なんで、またあの SNG 来月もありますので、要チェックで皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。はい、皆さんこんばんは。お疲れ様です。衣装から着替えてしまったんですけど、もともとはあの赤ずきんちゃんの衣装で、うちは花嫁、ゾンビみたいな花嫁の仮装をしてましたで、今日のライブなんですけど、まあ楽しかったです。なんか、ハロウィン、あ、去年の今ハロ、あ、去年のハロウィンナイトで初めての出演だったんですよ。で、今年ハロウィンナイト出たいってなって出させていただいてもらってまで、なんか楽しかったですありがとうございました。また来月も再月も出演するので、もしよければ見に来てください。ありがとうございました。ポピーでした。あ、お疲れ様です。多分この中で一番わかりますよね多分この中で一番何かわかりますよ。ルフィです。はい、モンキー D、 じゃあ今日はユータロウで、モンキー D ユータロウで、今日はそうですね、ちょっとまあ僕 の、 あのまあ機材 の、 ちょっとあのチェック不足だったんですいません、ちょっと不完全燃焼なんですけど、あさってもライブありますので、アウトプットさんで、あっちにすいません物販は僕ないんですけど、そのアーティストのフライヤーとそのライブのフライヤーあるので、よければお手に取って、今日より頑張っていいライブできるようにするので、よければ、足を運びください。よろしくお願いします。ユータロウでした。ありがとうございました。今日はとても楽しかったです。私も初出場だったんですが、こんな、外ですごく心地よく演奏させていただいて本当に楽しかったです。ですね、本当に、自分もフライヤーを後ろに置いてありますので、あのユートロさんの隣に置いてありますので、ぜひ皆さんお手に取って見てくれたら嬉しいなと思います。それとですね、11月19日にチャタンのアメリカンビレッジで路上ライブをしますので、そちらも見に来てください。そうですね、SNG さんはですね、じゃあ12月15日の紅白歌合戦、私も出演いたしますので、そちらもぜひね、チケットをお買い求めください。本当に今日はありがとうございました。クイーンプラムです。今日はありがとうございました。クイーンプラムも後ろで物販やってます。この前初めて CD 作った CD も売ってるので、よかったら手に取ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて琉球アイドル。はい、琉球アイドルです。SNG は2年ぶりぐらいに、久しぶりに出演させていただいたんですけれども、ということで、楽しんでいただけてるとすごい嬉しいです。で、琉球アイドルも12月の15日の紅白に出演させていただきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そして琉球アイドル毎週火曜日に、那覇の国際通りにある G シェルターさんにて、毎週火曜日に定期ライブを、8時から夜の8時から、開催させていただいておりますので、ぜひあのお時間あったらぜひ見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。では全出演者のご挨拶終わったところで、では SNG の代表慎吾さんにステージに上がっていただきたいと思います。慎吾さん、あれ、あ、は
はい、お願いします。今日はね、マットハッターです。はい、お疲れ様です。あ、ちょっと、あ、本人登場系のやつ、本人登場系のやつ。すいません、ただのフリマの店員でいいんですけど、最近からですね、来場者アンケートを取っておりまして、そこで投票、なんだって投票を取っております。で、今日のお客さん投票で1位になった方とかを参考に、イオンとか、FC 琉球の試合とかっていうところにちょっと組んでいこうというところがありまして、ただですね、リュードルさんとカラパレさんが多くて、ちょっとアイドルっていうか、のゲストさんは今回省かせていただきました。すいません、すいません。で、その中で多かった、今回割れました、結構2位がですね、同票でして、2位からじゃあ紹介します。ドゥルルルルデン、ポピー。おー、多分ちょっと癖が強かったんだと思います。そしてユウタロウ。おー、おめでとうございます。ルフィ完全燃焼だったですけども、よっしゃー、きっとあのギターのウィーンウィーンウィーンが良かったんだと思います。あれかっこいいですよね。そして第2位、3組いまして、最後、お、第2位、ドルダン、クイーンプラン。おー、さすが、食い込んでまいりました。可愛かったもんね。ということは、ということは第1位を発表してよ、みんなでいくよ、せーの、ドルダン、ジャジャッとハメ。おー、1位で入りました。結構割れまして、で、いろんな人たちに入ってたんですけども、まあ、ちょっとゲストが多かった。ゲストはね、その中でちょっと選んでさせていただきましたけれども、ちょっと今後も、今投票で入った人たちちょっと参考にイベントを、ちょっと組んでいきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そして今日ほぼほぼ上に上がってるメンバーが、あの紅白歌合戦、SNG 紅白歌合戦にも出ます。12月15日になりますので、チケットも販売しております。あちらでの物販のコーナーにも、販売しておりますので、ぜひぜひ予防で100名ということで動いておりますので、ぜひみんなで、ちょっとね、ゆりどるさんが出てるので、僕は男性陣の票がいきそうでちょっと心配なんですけれども、赤組頑張ろうね。頑張るぞちょっとそこだけ心配、頑張れよお前という感じでですね、12月15日、那覇市のアウトプットで、行われますので、前売り券が1500円、当日券2500円、2500円なってます。今日ゲットしていただきました、ありがとうございます、はい、ありがとう。